日本愛知県刈谷市、伊豆田町。伊豆田町は愛知県刈谷市の町名。定番を持たない単独町名であり、29の小技が設置されている。郵便番号は448-0004。境川と藍妻川に挟まれた鉱石が一条に位置する。縄文時代から室町時代にかけての複合遺跡である伊豆田古墳群。 平安時代と鎌倉時代にかけての伊豆田雇用軍が発見されている。戦国時代の武将である八田作十郎は伊豆田を拠点としたと伝えられ、A66 年には三河一向一期で一期方に組みした。この時代の名残で、江下城、上野門、下子城、四城屋敷などの地名が残っている。中世には泉田村という表記も見られる。江戸時代には狩屋半領であり、 池湖船宿の除豪村でもあった。近世当初には伊豆田村の出境として今川村があったが、教法16年には伊豆田村から今川村が分村した。東海道の一律下があった、人里山も伊豆田村の出境だった。天保3年の個数は 318, 人口は1264。伊豆田村は、功績が一条にあるため推理が悪く、 水田の開発が進んだのは、大正時代に、金山用水が完成してからである。1878年には、伊豆田村、今川村、今岡村が合併して、大見村が発足した。1889年には、町村制の施行により改めて大見村が発足し、1906年には、大見村、一月村、堺村、東京村が合併して、藤松村が発足した。 1955年には、藤松村が、刈谷市に編入合併され、伊豆田は、刈谷市大技、大見の一部となった。1970年には大技大見が、伊豆田町、今川町、今岡町などに分かれ、伊豆田という地名が復活した。2019年6月1日時点の世帯数と、人口は以下の通りである。国勢調査による人口の、 水核分子立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。八王子神社、ありがとうございます。